アメリカメジャーリーグ大谷翔平選手の争奪戦が大きな局面を迎えています。最有力とされるドジャースの監督が大谷選手との面会を認め、うまくいったと話しました。ドジャースのロバーツ監督はウィンターミーティングでの会見で、 2,3 日前にドジャースタジアムで大谷選手と面会し、親睦を深めたと明かしました。その上で、最終的に所属先を決断するのは彼で、最も居心地がいいのがどこなのかは彼にしかわからないとしています。一部メディアはドジャースが大谷選手に対し史上最高額の6億ドル、およそ900億円で複数年の契約を持ちかけているとしています。またドジャースのゼネラルマネージャーブランドン・ゴームズ氏が現在会見を行っています。